はい、皆さんこんにちは。エグザイル事務局のあきらまるです。今回はですね、中止ということでやっていこうと思います。はい、本日ね、ある発表があったんですけれどもね、皆さん知っての通り、バトルオブ東京大阪公演がね、中止ということで、はい、まあ、当初の予定ではね、8月31日と9月1日に行われる予定だったんですけれどもね、まあ、9月5日にね、中止という発表がね、なされました。で、理由といたしましてはね、まあ、やはりスケジュールの確保ができなかったというところですね。はい。まあ、ただね、10月26日だっけと27日に LDH ライブエキスポ2024がね、大阪でありますので、そこでね、バトルオブ東京で披露できなかった曲とかね、まあ、披露されるのかなと、個人的にはね、思っておりますということで。